33丁目、ローソンストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズ区、サニーサイドのクイーンズブールバードと33丁目の交差点に位置し、7系統が終日停車する。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であった。 クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともにローソンストリート駅として開業した。駅のホームは1955年から1956年にかけてホーム有効長を11行編成に対応にするために延長する工事を行った。駅は相対式ホーム2面と観光線二線、急行線一線を有している二面三線ので 中央の急行線はラッシュ時に混雑方向へ向かう7系統が通過する。1998年に駅名標や路線図からローソンの名前が消えたが2004年にローソンハートボットダムを記念することに決めた歴史的な動きの一環として戻された。終日開いている改札口は十三丁目にあり各ホームから二つの階段が一部時間帯のみ 開いている改札口は34丁目にありこちらも各ホームから2つの階段が接続している一部時間帯のみ開いている改札口は南北ホームを改札内で行き来可能な構造となっているが終日開いている改札口は改札内での行き来は不可能な構造となっている駅と外を結ぶ階段は両改札口に4つずつの計8つありすべてが クイーンズブールバードの中心に降りている。ありがとうございます。